今回はこちらですね。2022年に販売されまして、イスエリフのミッキーフレンズのトラックです。基本的に車種1台集めてるんだけど、これ大変なんですよね、車種1台集めてるのね。で、こちらになりますが、ミッキーのトラックですね。ミッキーフレンズトラックって言って、サスペンションとパネルが開閉、久しぶりにこういうところで開くようなところを見たんですけど、まあ、こういうふうなものがこう開きまして、こういうふうにね、中も見られるという感じで、ディズニーの車です、これね。ディズニーのイスゼルフのミッキーフレンズトラック。結構ミッキー系のね、ミニトミカっていうか結構たくさん出てるんですけども、形取ったものもあれば、独特な形したものもあれば、こういったバスとかトラックとか、うん、そういったものにこう、色柄をつけた感じのやつもあったりするんですが、まあ、これはある意味通常版として、これ売ってるんですね。なかなかミッキーがね、こうやって通常版として売られてるってのは、ある意味珍しいかなと思う。本来はこういったものをほらディズニーモーターズとかね、知られてるようにこうディズニー限定のミニカーとして売られてるっていうのは結構あるんだけど、こうやって何て言うのかな、通常版として売られてるっていうのは珍しいかなという感じです。でもこういったキャラクターものが後にね高くなるんですよ。これ新品で売ってる時はいつでもこれ今買えるような状況ですけど、これが製造中止になったりすると価値がぐんと高くなったりするんで、なかなかねいいなというものですね。これはなかなかミッキーの、ね、ものとして良いなという感じで、うん、結構好きな、ね、デザインのものではあるかなという感じでございます。というわけでどうもありがとうございました。